もうひどいわ、かなさんひどいわ。Yeah.
Thank you.
県のみにお越しの皆さん、こんばんは。私たち、ボーガラシです。よろしくお願いします。はい、まずはじめにメンバー一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、赤色担当、赤リンゴこと松脇あかりです。あかりって呼んでください。せーの。あかり。はい、黄色色担当、高校2年生17歳、ひまりんこと野平ひまりです。ひまりんって呼んでください。せーの。ひまりん。はい、紫色担当、高校1年生16歳、みくこと雪のみくるです。みくちゃんって呼んでください。せーの。みくちゃん。はい、オレンジ担当、さわちゃんこと山下さわです。さわちゃんって呼んでください。せーの。さわちゃん。はい、コーラルピンク色担当、ジュミちゃんこと志垣ジュミです。ジュミちゃんって呼んでください。せーの。ジュミちゃん。はい、緑担当、高校3年生、18歳、ここにゃこと白石ココハンです。ここにゃって呼んでください。せーの。ココにゃ。はい、白色担当、リコピこと白目リコです。リコピって呼んでください。せーの。リコピということで、桃暮らし無料単独公演ボリューム143バレンタイン公演ちょっと早いバレンタインですね。確かにちょっとね、ちょっと早い、ちょっと早い、ちょっと早い、実は早い。そう、バレンタインってまあチョコあげたりするじゃないですか。それを今日はみんなが作る派か買う派か、作る派か買う派か、ちょっと気になっていて。確かにこれね、人によって違うもんね。そうなんです。だから久しぶりに、うんうん、なんかちょっとこうやって分けてみようかなって。そうですね、争おうじゃないか、争おうじゃないか、争おうじゃないか。じゃあチョコレートを作る人がこっち、こっちね、買う人がこっち、こっち、はい、え、決まりました。あ、決まりました、決まりました、はい、決まりました。じゃあせーのでみんな移動しましょう。あ、え、待って、どっちにしてきて、すいません。こっちが作る派で、こっちが買う派。あ、OK、すいません。大丈夫？はい、大丈夫です。いきます、せーの。ピッ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 。やっぱ別にバレンタインって手作りの方がこう気持ちこもってるかなみたいな。いや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 、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとね、ちょっと見た目が悪くなっちゃったりするじゃないですか、多分。でも手作りっすよ。いや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 。なんか意義あります？ありますあります。意義あり意義あり。いいですよ。だってもし潔癖症の方がいらっしゃったら、うん、こうさ、素手でさ、こうこね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 やってさ、いや、あかんとか浮かんでるかもしれないじゃないですか。いやいや、この中でリンゴさんの手作りのチョコもらって、いや僕大丈夫ですとか言う人絶対いませんよ、こんな感じ。赤はたまらない。たまらない。誰誰誰誰たまらないですけど、え、でも どうしてですか逆に。え、でもさ、だってやっぱさ、こうプロの人が作った方が美味しいもん。そうですよね。わかるよ。いや、わかる。愛情だよね。愛情、愛情、愛情、愛情ですよ。コンビニとかで、うん、バレンタインのあげるとかじゃなくて、うん、ちゃんとこの人喜ぶかなと思って選んでるから、愛はありますよ。いやいやいや、いや、そんなことあったら、こっちだって、こっちだって、美味しいものをなんか好きなものとか選んで作るじゃないですか。一緒一緒。もう食材選びからですから。この人は嬉しい。こっち多分スーパーとかで買うでしょ。私たちはやっぱデパートとかで買うんですよ。いや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 、味じゃないんですよ。味じゃ、味じゃないんですよ。でもリトピずっと黙ってるから。あれ確かに。ありました。いや、私なんか作る派に来たんですけど、お母さんに怒られながら作った記憶が。でも、多分ファンの方も手作りの方が嬉しいと思うんですよね。うん、
ね、そうだよね。投票取りましょう。投票。手作りチョコがいいか、ちょっと外見もいい買ったチョコがいいか、あの手挙げてください。いきます。手作りの人がいい人。結構多くないですか？多い多い、だってこの辺全員多分勝ちましたね。勝ちました。じゃあ一応聞きましょう。一応聞きましょうか。じゃあ買う方がいい人。はーい。あげてよ。あげてよ。ぜひぜひちょっと協力してください。え、ずるくないですかそれ？いやちょっとでもさ、思うよ。だってもらう側でしょ。作る側はさ、ちょっと面倒じゃん。もらわれてたな。いや、お返しもあるよ。だってさ、確かにさ、じゃあホワイトデーでお返しするってなって作んないでしょ。そうだよ、そういうことだよでしょ。男子は不器用だから作れない。ねえ、そういうことね。不器用で作るようにしたね。不器用なりに頑張るんだよね。不器用だけど頑張って作るのがいいんじゃないですか。だってこうやって説教されたから作ってる人もいらっしゃるから。ないと言われたい苦い思い出です。面白いですね。面白いわ、それは。でもみんな結局私たちがあげたもの全部食べてくれます。気持ちがいいよね。そうだよね。愛が。そうだよね。そうですよ。バレンタインちょっとだけ早いんですけど、後半戦も盛り上がってくれますか？もう一回盛り上がってくれますか？ありがとうございます。それでは早速次の曲に行きたいと思います。ゴディバで。それでは聞いてください。巡り会えたら。君を奪いたいよ。どこで先もずっと続ける時を超えて巡り会えたら。会いたいよ、今すぐ会いたい。
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。じゃあ今日の感想、ひまどうだった？そうですね、今日バレンタインということで、あの皆さんちょっと早めのバレンタインなんですけど、あのね、このバレンタインの日にみんなに会えてすごく嬉しいです。ありがとうございました。いや、そうじゃないよ。それでは最後にももぐらしからお知らせです。はい、明日新宿でのアニテ対バンライブがあります。イエーイ。初めての会場なので皆さんもぜひ来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとだけ早いバレンタイン公演ですが、一緒に盛り上がってくれて本当にありがとうございました。それでは以上、私たちももぐらしでした。